諏訪湖サービスエリアは長野県諏訪市及び岡谷市の中央自動車道場にあるサービスエリアであるスマートインターチェンジを併設予定である諏訪湖の南側に位置している東 SA 及び付近の本線は下り線が上り線よりもやや高い位置に存在するため上下線の SA から諏訪湖を眺めることができる眺望が良いため日本夜景遺産に認定されている また、諏訪湖最古城花火大会や全国新作花火競技大会などの花火大会の開催時は、東 SA で花火大会を見学する車や花火大会に向かうために、諏訪インターチェンジなどを利用する車で非常に混雑し、付近で渋滞が発生する。例年、実行委員会やネクスコ中日本では、東 SA での花火大会の見学を遠慮するよう呼びかけており、 混雑状況によっては SA への流入を制限することがある。2011年12月、12本高速道路は、当サービスエリアのリニューアル工事を実施。翌2012年4月20日午前9時に、グランドオープンした。このリニューアルにより、ブライトンホテルが高速道路に初出店。レストラン、ブライトンテラス及びフードコート、ブライトンフードコートをプロデュースする。 また、ス・無理エ・内堀光康がプロデュースする、食図専門店、デザートビネガーアルプスの贈り物も、高速道路へ、初めて出店し、岐阜県八尾津町に本社があり、長野県飯島町に工場を持つ内堀醸造の、食図関連商品を取り扱う。その他、お焼きの専門店や、新酒 B 級グルメの専門店に加えて、釜飯専門店の、おぎの屋や、 スターバックスコーヒーなどが出店した。2015年5月、当サービスエリアのスターバックスコーヒーにトラックが突っ込む事故が発生。怪我人はなかったが、店舗のガラスが割れるなどの被害が出た。さらに、半年後の11月24日、店舗修繕を終え営業再開したばかりの同店に、今度は大型トレーラーが突っ込み、開店準備中の店員が負傷する事故が発生した。 この事故続発を受け、同年12月に中日本高速道路は店舗前に仮設ガードレールを設置するとともにサービスエリア、侵入路にカーブを設けでこぼこ舗装を行って、侵入速度を減速させる緊急対策を実施した。しかしながら2度の事故による影響で、下り線サービスエリア内のスターバックスは店舗を解体し2015年度末をもって閉店した。2017年、 中日本高速道路は、当サービスエリアのリニューアル工事を実施し、同年10月27日午前9時にグランドオープン、した。このリニューアルにより、前年に閉店したスターバックスに代わって、上島コーヒー店が長野県内に初出店。さらに、2012年の上り線サービスエリアリニューアル時に出店していた、かもめ店の小木の屋が下り線サービスエリアへも出店した。 また、地元宇治湖の協力により、2016年の諏訪大社上車のお柱祭りで使用されたお柱や目ドてコの展示を行っている。上下線ともサービスエリア内には日帰り温泉施設であるハイウェイ温泉諏訪湖が設置されている。温泉施設は1992年12月29日に開設された。上り線と下り線で異なる自治体に所属するため、 地方税である、入党税の設定額の違いにより、利用料金が異なる。アルピコ交通運営ホテルクレナイや運営スワコ、スマートインターチェンジは、スワコ SA に併設予定のスマート IC である。名称は仮称である。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となる予定。接続する道路歴史。ありがとうございます。